どうも、シャーレと申します。いやー、旧世代発表されましたね。その名もポケットモンスタースカーレット・バイオレット。舞台はどうやらスペインらしいという話。スペインといえば太陽の沈まぬ国、フラメンコ、情熱の国ってイメージはあるものの、まあ、それ以上はあんまり詳しくないというのが正直なところ。ということで今回は旧世代の舞台スペインについてざっくり調べてみたので一緒に見ていきましょう。スペインは世界地図で言うとここ、ヨーロッパにあってフランスのお隣さん、イギリス領とも接してたり、緯度的には北海道東北ぐらいで、国花カーネーション、国技闘牛、国鳥イベリアカタシロワシ、国石がエメラルド、国獣がスペインの闘牛です。ちなみにスペインの闘牛までが1単語です。太陽の沈まぬ国と言いますが、本当にここで白夜が見られるというわけではなくて、かつて世界各地、地球の裏側にまで支配した領地があったので、24時間どこかしらの領地には日が当たっているという意味での太陽の沈まぬ国です。ただここが全盛期で、そこからは割と悲惨な目に遭ってたりします。ざっと歴史に目を通しただけでも、フランスやイギリスと戦ったり戦ってなかったり、協力したり負けたりしているので、カロス地方やガラル地方とも関わりが出てくるかもですね。気候的には日本と同じく四季が存在し、冬も普通にあります。大きく分けて気候は3つ、北雨、夏涼しい、冬温暖、中央気温差大、夏暑い、冬寒い、南乾燥、ずっと穏やかな気候。一般的なイメージとしては南側を切り取った感じかもですね。これだけ気候に差があるとポケモンの生息地も作りやすそうというもの。まあ最悪時空歪ませちゃえば何でもありといえばそうですが、これがスペインの国旗です。血と金の旗と呼ばれていて、黄色は豊かな国土、赤は国を守り抜くために流れた血を表しているんだそう。スペインの国旗は結構変わったりしてるのですが、赤、黄、紫となった時もあったようですね。ここでもスカーレット・バイオレット要素って感じでしょうか。ラテン系のスペイン人が国民の多数ではあるものの、いろいろな民族が存在しているほか、多く移民を受け入れている国でもあり、人口の 11% も外国人なんだとか。本当にいろいろな人がいる国で、地域公用語もたくさんありますし、文化や国民性など地域によってかなり大きな差があるようです。ポケモンでも街ごとに様子がガラッて変わってるってこともありそうですね。観光名を見ると、ご存知世界遺産サグラダファミリア。小さい頃サグラダファミリアと勘違いしていて、みやみや名前だなぁなんて思ってたのは私だけですかね。未だ未完成でずっと作ってる教会です。 PV でもそれらしきものが映っていますね。あとは有名なサッカーチームがあったり、冒頭でも挙げたフラメンコ、あと美術面でも有名でピカソ、ミロ、ダリなど、誰もが一度は聞いたことある画家たちはスペイン出身だったりします。踊り鳥、ドーブル、あと親の顔より見た火炎ボーラーの出しどころさんですね。もっと親の火炎ボール見ろ定期。ここからは今回発表された御三家とスペインを照らし合わせてみましょうか。パッと見の印象は猫、ワニ、リンゴ、カモ。スペインは特別カモが有名とはざっと見た限りなかったので、クワッスはどちらかというとスペインが大航海時代で太陽の沈まぬ国になったっていう要素を拾う感じでしょうか。小ある日、水泳さんといった雰囲気がありますね。海賊になるという線もありますが、スペイン戦はどちらかというとイギリスやフランスの海賊に襲われる側だったみたいです。むしろこれはガラルとかカラスのポケモンがリージョンする要素かも。まあニャンスとかもありましたからね。ニャオハは現状まだ植物の特徴が薄いですね。猫要素を拾うにしても、スペインオオヤマネコという絶滅危惧種はいますが、あまり似ているとは言えません。単純に猫が多い国と言われているのでそっちかも。一応スペインで有名な農作物はオリーブですが、あまりに葉の形が違う。ブドウも多いのでまだそっちの方が近いかなーぐらいですね。顔の模様が仮面にも見えるので、そっち方面への進化となると、まあ二足歩行でしょうね。世の中は無慈悲です。ホゲータのリンゴですが、スペインのバスク地方ではリンゴの土地と言われたり、リンゴ種が有名だったりするのでそこから取った説と、マンチニール、スペイン語で死の小リンゴの意で、非常に毒性の強い、世界中の植物の中でも最も危険なものの一つから取った説があります。
原産自体はアメリカの方ですが、スペイン語の名前がついている通り、有名なスペインの探検家がこの植物のせいで亡くなったと言われています。どれくらい毒性が強いかっていうと、雨が降った時にこの木の下で雨宿りをしていると、落ちてきた水で皮膚が猛烈な痛みに襲われるらしいです。やばすぎてほげーって感じですね。地味に植物モチーフが2種と面白いことになっているので、いっそ草水、炎草、水炎で全員闘牌で殴り合う未来も新しくて良いかも。ということで、スペインってどんな感じの国か本当にざっくりやりました。まあ正直国のことを短時間で説明というのは無茶なので、雰囲気でも感じられれば幸い。ここまでのご視聴誠にありがとうございます。感謝感激雨あられでございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。